どうも、スケコムです。チャンネル登録、よろしくお願いします。今回はドスパラのゲーミングノート、ガレリア RL5C-R35T をお借りしたのでご紹介します。主なスペックをご紹介すると、CPU は Core i5-11400H、GPU は RTX3050Ti、メモリは 16GB、いわゆるエントリークラスの最新モデルですね。ディスプレイサイズは 15.6 型で、リフレッシュレートは 144Hz。シューターゲームもヌルヌルプレイできちゃいます。この動画を作っている時点の販売価格は、消費税と配送料込みで14万円ちょっと。ガレリアは時期によって価格が変動するので、最新情報は公式サイトで確認してくださいね。Core i5 と RTX3050Ti でどれくらいフレームレートを出せるのか、人気ゲームを動かして検証してみました。先にお詫びをしておかないといけないんですけど、私は普段ゲームを録画するときに GeForce Experience を使うことが多いんですが、今回録画中にマイクがオンになってたみたいでして、ゲームの音に加えて、冷却ファンの回転音まできっちり録音されてしまっていました。完全にボンミスです。なので今回ゲームの映像は音を最小限に抑えています。どれくらいフレームレートを出せるのか、に注目してご覧いただければ幸いです。まずはフォートナイトをプレイ。最高画質と低画質、それぞれの平均フレームレートはこんな感じ。解像度はフル HD に設定しています。低画質のレンダリングモードはダイレクト X11 で、3D 解像度だけ 100% に設定して試した結果です。フレームレートは180前後まで伸びますけど、リフレッシュレートが 144Hz ですから、見た目には反映されません。ちなみにパフォーマンスモードで試してみると、フレームレートは240前後まで伸びます。240Hz のゲーミングモニターにつなげてプレイするなら、パフォーマンスモードでプレイした方がいいですね。Apex Legends も最高画質と低画質、それぞれ試してみた結果がこちら。最高画質でも普通にプレイはできますけど、144前後をキープできるように画質を落とした方がいいですね。RTX3050Ti って性能としては GTX1660 と同じくらいで、RTX3060 とは結構差があります。最新グラボではありますが、過度な期待は禁物ですよ。ここからは全部最高画質で試した結果です。タルコフはグラフィックが重いので、最高画質では平均60に届きません。それなりに動かせますけど、画質を落としてプレイした方がいいですね。バロラントはグラフィックが軽いので200近くまで伸びました。めちゃめちゃ快適にプレイできます。レインボー 6CG も最高画質で180くらい、144Hz のモニターでプレイするには十分な性能ですね。マインクラフトは Java 版をバニラの最高画質でプレイ。洋画距離24チャンクで試したところ、80くらいのフレームレートでした。オプティファインなどの軽量化モッドをインストールすれば、もっと軽くなります。今回は原神も試してみました。瞬間的にフレームレートが落ちる時はありましたけど、おおむね60をキープできます。ストーリーを全然進めてないので検証できていませんが、ボス戦とかはちょっと重くなったりするのかも。ここからはレイトレーシングに対応したゲームのフレームレートをチェックした結果をご紹介します。コールオブデューティーはレイトレーシングをオンにするとフレームレートがガツンと落ちます。結構カクつくので、レイトレーシングは諦めた方がいいですね。バイオハザードビレッジもレイトレオンでは平均40前後。シングルプレイのゲームなのでそれなりにプレイはできますが、見た目がほんのり変わる程度なのであまりメリットはありません。ウォッチドッグスレギオンはレイトレオンだとまともに動かせませんでした。レイトレをオフにしても30に届かなくて、ちょっとこのゲーム重すぎませんか？中画質程度に落としてみたら普通にプレイできました。サイバーパンクも同じようにレイトレはしんどいですね。RTX30 シリーズのグラボではありますが、レイトレーシング対応ゲームを高画質で動かすには完全にパワー不足です。私の経験上、サイバーパンクみたいな重いゲームをレイトレオンの最高画質で快適にプレイするには、RTX3060Ti 以上のグラボが必要です。続いて VR ヘッドマウントディスプレイの Oculus Quest 2を専用ケーブルで繋いで、VR ゲームを快適に動かせるか試そうとしたんですが、映像が表示されず、ゲームも起動できませんでした。
オキュラスリンクによると、RTX3050Ti は推奨スペックを満たしていないようです。他のヘッドマウントディスプレイなら動かせるのかもしれませんが、VR ゲームで遊びたいなら、もう少しスペックの高いゲーミング PC を買った方が良さそうですね。最後に Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。低画質に設定した FX Legends を 1080p、60fps の設定で配信と録画を試したところ、映像が激しくカクついてしまいました。ゲーム自体は普通に動かせてたんですけど、これじゃ視聴者さんが離れてしまいますよね。OBS の出力解像度を 720p に落として試したところ、おおむねスムーズに配信と録画ができました。ただ 720p でもたまにカクつきが発生。PC ゲームのライブ配信に力を入れたい方は、もうちょっとスペックの高い PC を買った方が良いです。キャプチャーボードをつなげてスマホゲームの配信を試してみたところ、こちらは 1080p、60fps でスムーズに配信と録画ができました。キャプチャーボードは別途用意する必要がありますけど、スマホゲームや家庭用ゲーム機の配信であれば問題なさそうです。ということで今回はドスパラのゲーミングノート、ガレリア RL5C、R35T でいろいろ遊んでみました。レイトレーシングや VR、PC ゲームの配信はちょっとしんどいですが、フォートナイトやエーペックス、バロラントみたいなゲームを動かすには十分な性能が備わっています。動画編集などの用途でも普通に使えちゃいますし、初めてのゲーミング PC としても良さそうですね。私の不手際でゲームの映像にファンの回転音が入っちゃいましたけど、実際の音はもっとうるさいので、ゲームをやるときはイヤホンやヘッドセットが必須です。それと手が触れるところはそんなに気になりませんが、この辺とかは結構熱くなります。触れなくなるほどではないですけど、ちょっと注意が必要ですね。ゲーミング PC が買いたいけど、デスクトップは置く場所がないんだよな。という方や、予算15万円以下で、バトロワゲームを 144fps でプレイできるパソコンが欲しい。みたいな方は、ドスパラのガレリア RL5C、R35T を検討してみてはいかがでしょうか。その他各種ベンチマークの詳しい結果をレビューブログに掲載しています。概要欄に URL がありますので、ぜひチェックしてみてください。では今回の動画はこれで以上です。ちょっとでも参考になったらチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。